カナの一ナ空爆は、レバノン侵攻時の2006年7月30日に、イスラエル軍が南レバノンのカナ村に対し行った空爆。レバノン周辺の衛星写真2006年7月30日、反イスラエル武装組織ヒズボラが150発以上のカチューシャをカナから発射していたと宣言。イスラエル空軍は、ヒズボラがいたと思われる、カナ中心部に2回の空爆を行った。 メディアは、この空爆で37人の児童を含む56人が死亡、負傷者多数と報道。この空爆により、国際的な非難が高まり、同年7月31日にイスラエルは48時間の空爆停止に同意。同日、イスラエルは空爆停止に合意したにもかかわらず、デワノン南部の港湾都市、スースル北方で自動車を空爆。 レバノン南部の村タイベ付近で地上部隊を援護する空爆を行い、地上部隊は南部のイスラム教師や派組織、ヒズボラの拠点を破壊し武器を押収する作戦を続行。2006年8月1日、イスラエル軍は引き続き空爆停止の合意を破り、レバノン南部のバヤダとマスール、東部のバールベック、ベッカー高原北部のアルハルマルを空爆。 ヒューマンライツ・ウォッチ2006年8月2日、報道、死亡者数28カナ空爆死亡者28名の追悼ヒイスラエル首相エフード・オルメルトは、カナ空爆に関して遺憾であると発表、市民の退去勧告を行ってきたと述べた。ヒズボラがカナをカチューシャの貯蔵、発射地として、またカナ村民を人間の盾としているとも主張した。イスラエルの国連大使である、 ダンギ・ラーマンは市民の死についてヒズボラに責任があると語った。レバノン首相フワード・シニオラはカナクーバクを公式に非難。アメリカ合衆国国務長官コンドリーザ・ライス氏との会談を中止し国際連合安全保障理事会の緊急開会を要請。ありがとうございます。